んにちは、ミュートのひとみです。今回は2024年8月現在のハワイ4泊6日だいたいいくらかかるのかを解説していきたいと思います。ホテル、航空券、そして現地でかかる食費や交通費など具体的に解説していきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはじめに、ハワイどのシーズンが一番安く行けるんですかということなんですけれども、ゴールデンウィーク明けの5月下旬ぐらいから6月がお安く行けるシーズンとなっております。実は今年私も6月にハワイに行ってきたんですけれども、この時期しっかり夏を感じられる時期でもありまして、気温もとっても暖かいですし、雨も少ないシーズンになっていますので、この時期もしお休みが取れますよという方にはおすすめのシーズンとなっています。ハワイの夏、寒気は5月から10月ぐらいなんですね。こちらのシーズンは半袖、そして短パンなど、かなり夏を意識した軽装で大丈夫そうです。また雨季の冬になってくるんですけども、こちらは11月から4月となっております。この時期は半袖短パンにさらに上着とか持っていると便利かもしれません。また雨もたまに降ってきますので、折りたたみ傘とかもあると便利だと思います。今回ご紹介するハワイ旅行にかかる費用はこちらのリストになっています。まずは飛行機代、エスタ、ホテル代、 Wi-Fi、 SIM、海外旅行保険、そして現地でかかってくるお金といたしまして、お食事代、交通費、お土産代、オプショナルツアー代、チップ代をご紹介していきたいと思います。まずは飛行機です。飛行機なんですが、日本からハワイは大体の皆さんがオアフ島への直行便で行かれるんじゃないでしょうか。オアフ島以外のハワイ島なんかにも行かれる方々も、皆さんオアフ島を一度経由してから行かれる方が多いなという印象があります。もちろん直行便も出てますよ。時間なのですが、行き帰りでちょっと時間は違うんですけれども、だいたい7時間前後のフライトとなっております。そして肝心の飛行機代なんですけれども、エコノミー席で7万円から15万円ぐらいかかってくる印象です。こちらに燃油サーチャージ料や空港使用税などもかかってきます。ゴールデンウィーク、そして年末年始などはピーク時を迎えますので、価格がさらに高騰する可能性があるのでチェックが必要です。マイルを賢く使ったりとか、ミュートではツアーになっているとかなりお安く行けたりもしますので、概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お次にエスタです。こちらのエスタはハワイを含むアメリカに渡航する際に必要な電子渡航認証システムです。今現在ですと21ドル、日本円で約3000円ぐらい登録にかかります。旅行代理店で登録していただくこともできるんですけれども、そうしますと代行手数料というのがかかってきてしまいますので、できればご自身で登録するのをおすすめします。アメリカ大使館の公式ホームページから登録することができますので、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、こちらのエスター登録を忘れてしまいますと、飛行機に乗れなかったりとか入国できなかったりとかもありますので、必ず渡航前に登録していきましょう。お次に皆さんが気になっているハワイのホテル代金についてです。ハワイのホテルはエコノミーホテルから超高級ホテルまで幅広くございます。エコノミーホテルですと2名1室で約1万円ぐらいからのホテルもあるんですけども、とっても高い高級ホテルですと、海が綺麗に見えるオーシャンビューのテラスがあるお部屋なんかもございますので、ご自身のプランや予算に合わせて調べてみてから行ってみるといいと思います。ミュートですとツアーになっていたりとか、ホテルだけでも予約できたりとかしますので、ぜひ概要欄から見てみてください。それでは例といたしまして、ヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートをご紹介していきます。こちらヒルトンハワイアンビレッジなんですが、だいたい約4万円ぐらいから宿泊することができるんですけれども、もちろん時期によって、そしてオーシャンビューのお部屋にしたりとか、朝食つけたりとか、スイートルームとかにアップグレードをしたりするとお値段が変わってきます。続いてレインボータワーのオーシャンフロントルームをご紹介していきたいと思います。こちらレインボータワーのオーシャンフロントルーム、こんなに広々としたお部屋になっておりまして、特に
やはりこちらのラナイですね。テラスが本当に綺麗な海が見えて抜群の景色となっております。奥側にはダイヤモンドヘッドもしっかり見えますよ。見てください、本当に綺麗なブルーじゃないですか。ここで私もたくさん泳ぎたいです。こちらのお部屋なんですが、バスタブもしっかりついてあるので日本人には本当に嬉しい仕様になっておりまして、アメニティもシャンプー、コンディショナー、ボディーソープもしっかりございます。お次に Wi-Fi や SIM 代のご紹介です。ホテルではほとんどの場所が Wi-Fi が通ってますので、あんまり気にしなくていいのかなと思うんですが、お出かけする際はポケット Wi-Fi や SIM があるととっても便利なので、こちら代金をご紹介していきたいと思います。ポケット Wi-Fi は5日間で 4G 無制限で約2800円、 SIM カードは 5G 無制限5日間でだいたい約2300円、今便利で人気の eSIM ですと5日間 5G で2500円ぐらいかなという感じです。プランによってデータ容量や制限など違いますので、必ずチェックしてから契約していってくださいね。お次は海外旅行保険代金についてです。こちら海外旅行保険は現地での怪我、そして病気などをかかってしまった時に結構高額な医療費かかっちゃったということを聞きますので、入るのはマストかなと思うんですけれども、だいたい6日間で3000円程度かなというところです。ツアー料金と一緒にパッケージツアーを頼む時に頼むっていうこともできますし、空港での窓口、そしてインターネットで頼むこともできます。クレジットカードに付帯している海外旅行保険っていうのも結構あると思うんですけども、カード会社によってかなり保険の対象の範囲が違うと思いますので、ご自身のクレジットカードをぜひチェックしてみてください。次は気になる食事代金について紹介していきたいと思います。今ハワイはかなり物価が高騰していまして、1人1日1万円ぐらいはかかるかなと見た方がいいかもしれないです。朝食や昼食はまあお安く考えても1500円とかから、夕食はちょっと5000円ぐらいかかるかなって考えた方がいいかもしれないですね。ここからは私がハワイに行ってきた時に物価を調査したんですけれども、その時に撮った映像とともに解説していきます。こちらワイキキマーケットというスーパーマーケットでお弁当を見たら 11.99 ドルでした。日本円で約1700円ぐらいです。お次はサラダコーナーですね。サラダは10.99ドル、約1600円ぐらいしました。高いですよね。お次はケーキコーナーです。ケーキは 4.39 ドルで約640円ぐらいでした。結構美味しそうなケーキたくさんあったんですけど、やっぱり日本のスーパーとかで買うよりは高いですよね。お野菜コーナーで毎回私がびっくりするのがもやしのお値段なんですけども、今回行った時のもやしのお値段は430円、 2.99 ドルです。高くないですか。日本で買ったら100円以下だと思うんですけども、ハワイで買うと430円ぐらいします。重要なお水のコーナーに行ってみました。こちら一番お安いお水で 1.79 ドルしました。約260円ぐらいですね。日本で買うと100円とか100円ちょっとだと思うんですけれども、かなり高いですよね。あとはアメリカに行くとついつい食べたくなってしまうポテトチップス、結構ねサイズは日本よりも大きいんですけれども、お値段は 6.69 ドルで約日本円で970円ぐらいしました。高い。お次は私が毎回ハワイに行ったら行ってしまう大好きなポケ丼屋さんのマグロスポットで解説していきます。こちらのマグロスポットなんですけれども、スモールサイズで7ドル、約1000円、そしてミディアムサイズですと12ドル、約1700円、ラージサイズですと17ドル、約2500円、 X ラージサイズですと22ドルで約3200円です。この時私が食べたのはラージサイズのわさび醤油です。
なのでこの時は17ドル約2500円でした。ただすごく美味しいので必ずちょっと高いなと思いつつも行ってしまうんですよね。お次はですね、ザ・ブッチャー&バードというハンバーガー屋さんに行った時の映像とともに解説していきます。この時私が頼んだのはダブルチーズバーガーとドリンクで合わせて 20.36 ドル約3000円でした。お昼ご飯に行った時に食べたので、ランチで3000円というと日本よりもかなり高いかなという感じはあるんですが、さすがアメリカ、サイズ感はかなり日本より大きいです。2人で食べてもちょうどいいくらいかなと思うぐらいのボリューム感でもありますので、2人で割り勘したら1500円ずつになるかなっていう感じですね。最後にご紹介するのはデュークスレンマーケットのマラサダです。こちらのマラサダかなりおすすめです。もちもちしていて、他のところのマラサダよりもなんかお餅っぽくて私は好きなタイプのマラサダでした。こちらのマラサダは4つで 6.28 ドルでした。約900円です。ハワイの物価からすると4つで900円だとちょっともう安く感じてきてしまうんですけれども、日本でこういう揚げパンみたいなのを買ったら多分1個100円ぐらいで食べれるんじゃないですかね。ただすごく美味しいのでおすすめですので、ぜひ皆さん買ってみてください。あとは先日ハワイに行った時にハレクラニホテルで、せっかくなので1日だけレストランで食べたいと思って食べたら3、4万ぐらいはかかりました。今も本当に物価も高騰してますし、ちょっと円高傾向にはなってきてるんですけども、やっぱり円安ではあるので高いと思ったんですけども、特別な日とかハネムーンで行かれる方とかは本当に空間が素敵なので行ってみるといいと思います。私のおすすめはやっぱりスーパーに行ったり、先ほど見たようにイケ丼屋さんに行ったりしてテイクアウトしてお部屋の7位で食べることがおすすめです。やっぱりレストランで食べるよりはかなりお値段も安く抑えられますので、ぜひ皆さんこちら活用してみてください。お次に交通費についてです。まずはレンタカーについてです。私も毎回借りてるんですけれども、レンタカーは車種、そしてシーズン、そして期間によっても結構お値段が変わってきます。だいたいスタンダードクラスの車ですと1日に50ドル、約7200円ぐらいから借りれるかなという感じです。期間もっと長く借りますよという方は割引とかされますので、どの会社が安いのかなとしっかりネットで調べてから借りるといいと思います。例えばレンタカー1週間借りるとすると、1日の料金が40ドル、5800円ぐらいに割引されたりするんですよ。ハワイの旅行シーズンは7月、8月、そして12月、1月がハイシーズンになってきますので、この辺りの月に行く方はレンタカーも高くなってくるので要注意です。レンタカーのメリットは何といっても自分の好きな時に好きな場所に行けること、そして荷物もたくさん詰めますので、サーフィンとかやる方にもいいですよね。デメリットといたしましては、免許が必要なこと、そして駐車場探しをしなければいけないことなどが上がるかなと思います。ただとても便利ですので、免許証日本の免許で行けますからね。皆さん持っている方はぜひレンタカーチャレンジしてみてください。交通法などは結構日本とアメリカ違いまして、右側の車線運転しなきゃいけなかったりしますので、しっかり事前にチェックしてから行ってください。お次はバスです。このバスが結構便利でして、大人料金が 2.75 ドル、約400円、そして子供料金ですと 1.25 ドル、約180円。ワンデーパスですと大人料金が 5.5 ドルの800円ぐらい、子供料金ですと 2.5 ドルの360円ぐらいで乗ることができます。メリットは何といっても料金が安いということ、そして路線が結構ございますので、どこに行くにも意外とバスで行けてしまうというところですね。デメリットは渋滞や乗り換えというものが発生してしまうことと、夜間がちょっと本数が少ないので不便かなというところがございます。お次はハワイといえば
トロリーをご紹介していきたいと思います。トロリーなんですが、皆さん思い浮かべるのは大体の方ワイキキトロリーなんじゃないでしょうか。こちらのワイキキトロリーは1日5ドル720円ぐらいから使える路線がございます。2階部分がオープンエアになっていて観光気分も味わえますし、風もすごく気持ちいいんですよね。カード会社によってはカードを持っていて提示したら無料で乗れたりもしますので、そういうところもぜひチェックしてみてください。トロリーのメリットは乗り換えをしなくていいことですよね。そして英語で、ね、運転手さんがちょっとガイドしてくれたりとかして楽しいっていうのもあるかなと思います。デメリットは結構渋滞の影響を受けてしまって来なかったりするんですよね。なかなか来なくて結構待ちましたっていうこともあるかと思います。最後はタクシーです。タクシーは初乗り約2ドル290円ぐらい、それ以降は8分の1マイルごとに約30セントぐらいずつが加算されていく感じですね。早朝や深夜はまた料金形態が別になってくることもありますので要注意です。こちらのタクシーデメリットはチップに 15% から 20% ぐらいお支払いした方がいいかなという形ですので、ちょっと利用頻度が高くなってきますと高くついてしまうかなという感じです。ただメリットといたしましては、直接もちろん連れて行ってくださいますし、荷物もたくさん載せていただけますので、そこはいいかなと思います。 Uber など最近は配車アプリとかも便利ですので使ってみるのもいいと思います。 Uber 以外のアプリも結構 Google マップとか使うと出てきたりするんですよ。どの会社が一番安いかなって私は毎回検索してから乗るようにしてますので、皆さんもぜひそういうのも活用してみてください。お次はお土産代です。お土産もかなり高くなってきています。先日行った時はこのぐらい のハワイでよく有名なマカダミアナッツチョコレート2つぐらい入ってるやつ、小分けのやつですね、あれが2ドル50セントとかしました。なので結構たくさんの方に買って帰ろうと思うとお値段張ってしまいますよね。1万円以上はお土産代考えた方がいいかなと思います。大型スーパーやドンキホーテなどもございますので、こういう場所を活用するとちょっとお安く買えたりするかなと思います。空港が免税だから最後に買おうと思っている皆さん、ちょっと危険です。空港はちょっと値段が高くなっているので気をつけてください。お次にオプショナルツアー代金についてです。ハワイに来たら海系の何かオプショナルツアーつけたいなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私もこの間海辺でヨガをしたりとか、昔家族が水中散歩とかもしてました。今ですとダイビングで約95ドル、1万4000円ぐらい。そして水中ヨガ、サップですね。こちらですと約75ドル、1万500円ぐらいと結構お値段高いです。ただハワイにせっかく来たからオプショナルツアーぜひつけたいよという方はつけてみてください。最高の思い出になるはずです。最後はチップについてです。日本にはない文化なので結構ここ難しいですよね。チップなんですが、ホテルですとポーターさんが荷物を運んでくださった時、1ドル以上は荷物1つにつきお渡ししましょう。そしてベッドメイキングをしていただく時、2ドル以上は枕元かテーブルのあたりに置いておくといいかなと思います。レストランですとお食事代金の 15% から 25% ぐらいをお支払いするといいと思います。バーですとワンショットにつき1ドルぐらいお渡しすることが多いみたいです。こちら日本で行く前に受け取りやすいように1ドル札たくさん持っていった方がいいです。両替を事前にしておくと便利かなと思います。また最近ではクレジットカードのお支払いでそのまま何ドル何パーセントぐらいをチップでお渡ししますかっていう風に出てきたりもするので便利ですよね。嬉しいサービスをしていただいた時、そして何かちょっと迷惑をかけてしまったなと思った時はチップはちょっと多めにお渡しするといいと思います。ファーストフード店などだとここにチップ入れてくださいねという瓶とかボトルとか缶とかが置いてたりしますので、そちらに入れましょう。それではここまでの合計の料金を発表したいと思います。合計1人32万円ぐらいかかります。高い。
結構ハワイ行くのハードル高いですね。内訳を見ていってみましょう。こちらです。まずは飛行機代ですね。14万円ぐらい見た方がいいと思います。そしてホテル代は8万円、2人で1部屋と仮定した時のホテル料金になっています。お食事代金は5、6万円ぐらいは考えた方がいいと思います。安くて5万円ぐらいですかね。交通費は2万円ぐらいでしょうか。タクシーに乗ったり、ウーバー使ったり、あとはレンタカー使ったり、賢く自転車乗ったりとかするのもいいかなと思います。次、お土産代ですね。安く見積もってこちらは1万円ぐらいかなと思います。オプショナルツアー代もしつけるのであれば、だいたい1万円ぐらいあれば1つぐらいつけれるかなという感じです。チップ代はだいたい3000円ぐらいは考えた方がいいと思います。そしてエスタにかかるのが3000円、イシムや Wi-Fi にかかるのも3000円ぐらい、海外保険代金も3000円ぐらいと考えた時に、だいたい合計で約32万円ぐらいになりました。いかがでしたか？ハワイ旅行検討している皆さん、ちょっと高くてびっくりしたという方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな皆さんはこのまま概要欄をチェックしてみてください。ニュートではお得なツアーをたくさん用意しています。ホテル代、航空機、そして朝食とかもついているツアーもございます。さらには YouTube 限定クーポンも配信していますので、概要欄要チェックです。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた。